いや、でも抱える時間ね、あそこで耐久しよう。なんか強そうな家。うわー、これやばいな。なんか強そうな建物やん、ここ。これトレーダーハウスやったらほんまに死ぬ。なんか潜水艦みたいなのあるやんか、そこ。よし。まあ、星2ですが、まあ行きましょう。とりあえず最上階陣取るしかない。開いてください。お願いします。マジ。あさっと場合じゃない。もうあさらず行こう。でも楽しそうやな、あさるの。ちょ待って、ほんま入り口どこ？やばい。入り口どこ？まず。待って、ほんまにやばい。あと1時間半や。ショットガンリロードしなかった。まず。まずい、これまずすぎる。これまずい。なんか、これえぐいって、まだ始まってないぞこれ。しゅう、まずい、ほんまに誰か助けて。マシンガン以外もう何の武器も使いもんだな、これ。とりあえず上や、上を目指して俺は歩くんや。でマシンガンだけ修理しとこう。修理って何使うの、マシンガン。ショッパイプね、鉄パイプね。よし、オッケー。とりあえず耐えれそうなところまでひたすら。よし。いや、もうみんな死んだと思ってるやろ、どうせ。水分値、水分あんまないよ今。早死んで。でも何個かこの鉄の扉を挟んで来てるから、結構あのこいつらは入ってこりにくいはず。待て、どつかれてる？ドア。ガチで耐えるしかねえ。骨いらん。ちょっといらんもん全部捨てていくぞ。トウモロコシまくっとけ。どつかれとうとこちょっと、防いでいきたい。まあまあまあや。上上がろう。し、急げ！よっしゃ！とりあえず最上階っぽいとこまで来れた。ここやな、俺の耐える場所。まとめてどつく。エラー、これだけ漁るぞ絶対に。よし、マシンガンもう一個来た。これでいけ。グリーンピース缶。うわ、これゾンビダメージ量 10% 上昇。やばい、始まる。よし、トイレ行ってました。じゃあやります。うう、まあ、作戦としてはこのマシンガンを2個うまいこと使っていく。修理来るぞ。どっから来るこれって。
めっちゃ来てる。これガチ怖い。プラハサル時間あるかな。え、うせ、めっちゃ怖い。ちょっと大丈夫か。怖すぎる。多分上がってきとるんよな。でもな、入り口はなここしかないはずやねん。あいつら来れるとしたら有刺鉄線作ろう。10個ぐらいクラフト。いや怖すぎ。後ろから来たマジで泣く。有刺鉄線どこや。これか。よし、とりあえず1個置けた。え、でもすぐ下まで来てそう。いや怖すぎ。来てるな多分。ほんまに近い気がするんやけど。全員がここ目指して来とるからな。でもあの鉄のドアを何個も設置閉めてから来たから、ここにあれがね時間稼いでくれてるはず、鉄ドアたちが。解体ツールスキル、え、ローデ、なんか様々なアイテムのクラフト修理できるもんあったぞ。ここ開けたらさ、あいつらがどっから来とんか見れるんじゃね。でも勝て。はっ、うわ、もう最後のドアまで来とる。いや、もうやるしかねえぞ。最後のなストッパーまで来とんのよな一応。なんでこれちょっと高いん。なんかちゃんと設置できへん。来いやー、しゃー。見えたんよな手が。来た。まずい。マジ来てる。いや、マジ来た、マジ来た。いや普通に無理かも。無理ゲーかも。でもいい感じで耐えてる。よっしゃ。いやもう死んだと思った。耐えきれたけど、どんどん来るぞ。よし、いいぞ。マシンが弾なくなった時がやべ。でこの第一ブロックでなんとか食い止めたい。ここ、いや、マシンガンはちょっと最後に取っとこうか。ほんまにピンチになった時用に。なるべくハンドガンでいこう。うまいこと有刺鉄線切り取る。うわぁ、しゃあ耐えるぞ。いいね、有刺鉄線最高すぎる。し、いいぞ。ここで止まるんよ一回。待て、潰れてきたあれが。待て、ひぃ、有刺鉄線が潰れる。まずい。耐えれるぞ俺ならいける。耐える。よし、マシンガンか、そろそろ。しゃれ。分からへん。まずすぎる。しゃれ。いや、もう弾がね。終わったわ。無理や、無理ゲーすぎる。
おいえ、ふれふれふれし、ここやな。有刺鉄線がいるのはここや。でかい。よし、耐えれてるぞ。落ちろ落ちろ。もう落としていく作戦よ、ここで。死んだら、死ねたら、来いや。レレレ、ショットガンもええかもしれんな。来た。一旦倒して、よし、いいですよ。しゃがんだ方が精度上がったりするかな。上がってる。落ちとけザコが、ザコ虫が。よし、まあ、とりあえず変にヘッドショット狙わずにこれでいい。マジで。よっしゃあ、オッケー。ちょっと水だけ飲んどこう。来た。落ちとけクソ虫が。これ潰しちゃえばさ、これのじゃね。まあ いや、これでいい。もうこれで耐えるのが一番いい。今の戦法が一番強い。この一直線に立てば絶対に外れることはないような球。あそこ潰しちゃえば多分登ってこれへんと思うけどな。もうこの安定してるからもうこれでいい。しかも経験値バリ入るやん、あいつら殺しちゃった。あいつら雑魚でよかった。え、来たね、また餌食が。はい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 。めっちゃまずい。あいよー、なんか食らってる。待て、有刺鉄線自分で食らっとる。あいよー、ここ危ねえな。この有刺鉄線いらん。よし、これもちょっと回収しよっか。また素材ができた。こいつだけ潰れんかったらええわ。2匹ずつ来られんのがきちいな。危な。まずい、めっちゃ来た。あそこにショットガンかまして、来いや。ここズドン、あズドン。ちょ、うぜ、なやあるって。ちょ、まずい。ふざけた場合じゃない。えい、何仲間割れしょんお前ら。はい、マジここ的確に頭を槍でどつくんよ、ここで。ほらここ、ここ、そして落としていくと。そしてここ、ここ、ここ、待て待て、ワン、一段階潰れた。はい、ちょっと有刺鉄線がまずいね。これ修理できるんやったっけ。 OKOK、 修理できてる。ここは絶対潰れたらあかん。俺の生命線や。もうあと1時間や、耐えれるぞ多分。油断せんかったら耐えれる。ミスせんかったら耐えれる。3つスキルポイント使えるようになったって。はっ、なんでこんな来てんの。まずで来るよ。えっ、ラストスパートかけてきよったこいつら。マジやめろお前、変なことすんな、ややこしいから。やっぱマシンガン強いっすね。なんで当たらんねんこいつ。
ふぅ、うれぇ、虫キャラだお前がよ。マジ、まあやっぱこれ作戦やな、ほんまに。いかに誘い込むかよなこいつら。まあこれ1日目の夜やからこんな簡単なんやろうな。ふぅ、はいよ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 、死ねだら死ねだら。まず、まあ、ただ油断したらほんまに危ないと、そういうことなんです。リロードがな、もうちょい早くせないとな、今後きついよな。リロードする暇がねえやん。ういマジ絶え間なく来るな。あ、ほんだら、やばいぞー、4連チャン来とる。一匹ずつ落ち着いて落としていく。ここここここ、うわマジ全部がリロード押せ。ショットガンこのリロードの遅さで一発しか入らん、地獄やろ。一回使ってみよう、近くで。まずほんまに弱えなショットガン。まずほんまに調子のったら飽きません。あよ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 、あー勝ったー。よーし回収して帰ろう。いやうまいこと勝てたな。でもこれさ、トンカチの方が早いんじゃね。あ遅っ、ふんのこれちょっと向いてない。斧の方がいいな。撤収撤収。あ来たな。いや俺が強すぎた。危ない、お前早すぎやろ、打ってくんの攻撃。ジャンプからのよ、虫キャラの分際でよ。死んでるよなお前。しゃら、あもう片付いたっぽい。はあ、途中あのもう5匹ぐらい登ってきた時死んだと思ったけどな。マシンガンぶっ放して勝った。腹減った腹減った。弾あんだけ使ったけど割と余裕あるというね。よう勝ちました。ヘッドライト、うわ60ドルで売れるんや。ステロイド、あステロイド一回飲んどく。運搬キャパシティプラス 50%、 ステロイドぶっ刺しとこ。お運搬キャパシティ増えたってことこれ。あ違うやん。あそういうこと、キャパシティってあれか、枠内のやつが増えたってだけか。早く移動できる、それ飲んで戦ってよかったやん俺。これ何分持つん。12分持つん。あ、水分値バリ下がるやん。見てなかった、ちゃんと。これいいよな、遠距離ダメージ。プラス50。ちょっと、水飲もう。ふぅ、まあ、実際でも水飲もう。ちょっときつい。ああ。今、音重なったわ。いや、耐え抜いた。気持ち、足早え。いや、マジでよう耐えた。やっぱ、俺のこの扉作戦が良かった。序盤だいぶこの扉でさ防いでくれとったもん。いやーいいですね、気持ちええわ。コーヒー、仕事終わりのコーヒー飲んどきましょう。もうアイテムパンパンなんで。さあここ結構あい、あおるやんまだ。アイテム良さそう。わこういうとこもやっぱ壊されとんやん、ゾンビンビンたちに。いやあのもう最後の最後でマシンガンがもう一丁出てくれてマジでよかった。あれで耐えきれたっていうのもある。覚醒しとったな俺。だいぶかっこよくゾンビ倒してなかったこの辺。いやハンドガンも結構ね活躍してくれましたわ。ハンドガンなかったらマジ終わってた。いや武器構成も完璧やったな。やばいこと言ったわ。これで合ってるの乗り越え方って。自分で拠点作るのはまだ無理そう。いやーコーンミール、あまあ、食っとくかこれ。上になんかあるぞ絶対。ほれ鎮痛剤いいね。回復も一切使わなかったな。でもこれもう一回ダメージ食らい出す状況になってしまうともう終わりっていうのはあるよな。
で最後の最後で有刺鉄線思いつく俺の神プレイ。上は全部あさったかな、屋上とかあったかな。あ、これ見てなかった。うわ、ジャムサンドイッチ。よし、撤収。でもだいぶね、慣れたわ、今の、あれで。いや、マジでカエル判断せんでよかった。うわ、動物や。マジ？いや、肉欲しすぎる。くっそ。当たってるよ。さあ逃げれるかな、シカちゃん。俺から逃げれると思うんじゃ。ナッシング、ナッシング、ナッシング、ナッシング。まだあいつ死なんか。しゃあ、肉よ、肉、肉をよこせよお前。これ、あ、動物性勇士も欲しい。骨はいらん、皮もいらん。そう、いっぱいアイテム出てくるけど、まあ、骨とか皮以外は取れてるんやろうな。動物性勇士と肉は手に入ってます。よし、ここ難易度4やけど行ってみる。何個か、デパートこれ。あ、お前来た、行った。お前これ取り、これ、待て、こんなとこ俺鳥に殺されて終わる。え、深い列車を追いました。あ、待て、俺鳥に殺されて終わる。しよう。え、ちょっと待って、ハプな、鳥怖えなこのゲーム。うわ、レジって金めっちゃ入っとん。なんやお前これ。ちょっとスタンバトンもったいねえな、槍でいこう。そう、漁りたいのは漁りたいんですが、ちょっとね、持って帰れる量がなくて。空きボックスか。まあまた来ますか。結構良さそう。マークしとくか。なんやろこれ、デパートみたいな絵か。よし、デパート登録されました。映画館かな、なんか映画のポスターいっぱいある。いやー、体軽いっていいな、めっちゃ速い動き。あ、なんか、列車マーク出てる。1時間58分。俺は怪我をしてる状態になってます。深い列車。深い列車は救急キットか方向キットで使用しなければ治りません。あ、包帯で一時的に止血できてると。攻撃を受けると再び傷口が開く。あ、オッケーオッケー。じゃあ、縫合しときますか。これ、結構あるんよ、俺。防災キット。いてぇ！これ自分で塗ってるんやろ？地獄のような痛さやぞ、多分。足、はいや！快適すぎるこの注射。なぜか戦い終わってから使ってしまったけど。さあ、2日目というか2回目のあのゾンビ攻撃がどんな感じになるかよな。待って、これもさ、壊して回収した方がええか。最初の回収しても石ころ3つだけやけど、一番最初のあのキャンプファイヤーした日やな、潰しちゃった。あ、思い出として残しとってもよかったな。いや、もうみんな絶対死んだと思ってたやろ、動画見ながら。俺も思ったもん。何回も諦めかけてました。お、ちっちゃいし、あさってもいいかな。ボスと、槍の狩人。やっぱ槍スキルがどんどん上がっとるな。粘着剤は欲しいけど、マジいらんもんがわからん。ショベルでええか。まだ作ったらいいし。こうやって葉っぱ育てんのね。はいよ。だいぶ強い、マジで、スタンバトン。もったいないな。あー、重なった体。おるな。よし。まあ、槍はでもほんまに距離取って安全に倒せますね。それがでかいところではある。腐肉も結構もう必要になってきたな。なんかあの、シャムズ缶みたいなやつ作れるやん。空腹です。ほんでけえわ。ちょっとあんま見てなかった。タクティカルウォーウェアって書いてた。ここいますね。あ、外か。
え、入ってこいよ。だが、まんなそれ。イラつくからよ。また外から来てるわと。ここまで出てくるやろ。おらへんこと。ビタミン剤欲しい。まあ、火薬家に大量にあるから火薬も捨てますか。ちょっとね、めっちゃ囲まれとる。やばやば、おる。はいはい、どこいしょ。大したもんなかったな。帰ろ帰ろ。 あれまた動物じゃね。ハニワトリっぽい。殺そう。えい、よし、肉よこせ。びっくりした、お前。なあお前、痛いなこれ。ビリビリ強すぎ。見えてきた、念願のトレーダーハウス。ああ、長い戦いやった。ラケット。こいつ名前なんて言うの？ラケットで合ってる？ああ、リケットなんかな。なんでもやばい。あ、書いてた。レクトや。お前レクトなんか。旧紙幣は売ろう。クラフトスキルバンドル。うわ、これいいよな。ランダムなクラフトスキルが入ってるやつ。あれこれ。シャムウェイレシピ、俺前もらった気ですね。ナイフガイ。いや、これはね、クラフトスキル雑誌ですね。ちょっと待って。持ち物。旧紙幣売ろう、旧紙幣。よし。よっさん、クラフトガイドバンドルよこせ。で、あと売れそうなもんは。うわぁ、ハマキつけるの忘れてた。特にねえな。売りたいもん。いや、生肉いいね。大量にある。よし、一旦帰るか。いやー、大量大量。さあ、これで本を開けてみましょう。ランダムな本が3冊。タクティカルウォーフェア。マシンガンクラフトスキル向上。これやな。さっきトレーラーハウスみたいなんで拾ったの。パイプマシンガンクオリティはサランロックでかい。槍のクラフトスキル向上。アーマーのクラフトスキル向上。しゃー。ふう、今日こんなもんかな。ということでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。なんとかね、最初の7日目をやり過ごすことができました。だから次は14日目ですね。ということで、こんな感じで終わりです。以上、コロラスでした。バイビー。YouTube でぜひクリックフォロー。お願いします。